ちゃんと買い物に来たりもするんだ。びっくりするぐらい冷やかしだった。はい、どうもサニショのテッドです。本日はレイクというゲームをやっていきたいと思っております。何でも田舎町の、配達員のお仕事をする人のお話らしいのですが、詳しいことはちょっとよく分かっておりませんので、まあ、やりながら、分かっていくことでしょう。もうこのご時世、配達の方にはすごいお世話になってるんでね、まあ、ここでありがたみを再理解できるかもしれないのでやっていきましょう。ニューゲーム。しかしこの風景がすごいいいですね。どの辺のお話なんだろうな。アメリカなのかな。ん？なんだ？パソコンかな？ゲームか？なんかやってる。自分のスケジュール管理をするプログラムのせいで、この人が主人公なのかな。労働者の日パーティーに出られないなんて皮肉だわ。女の人が主人公だから多分この人だな。だけど締め切りに間に合ってよかったわ。締め切り？それに2週間丸々何も気にせずプロビデンスオークスで過ごせる。そういう場所なのか。電話が鳴る。これは日記を書いてるのかな。今メルティス、スティーブだ。起こしちまったかな。家に帰ってきたんだが全部うまくいったか心配になっちまって。こんにちは、スティーブ。締め切りには間に合ったわ。労働者の日パーティーは楽しかった。マイクはプールに落っこったし、かっこはははなんだろう、かっこはははは。すごい都会で暮らしてるんだね。職場で教えてあげるよ。同僚なのか。2週間お仕事休んで、まあ、どこかに出かけますよってことだね。それがあのレイクなのかな。アディットのテストは引き続き行うわ。アディット、あ、アディットはさっき書いてたあれだ。ワープロなのかな。なんだろうあれ。ちょっと昔のパソコンっていう感じに見えるね。時代はいつなのか分かんないけど。トランクかな。1986年。だいぶ古いね。コールマンさん、迎えに来てくれてありがとう。この右の人がコールマン、フランク・コールマン、同僚らしいぞ。はあはあはあ、郵便配達員。郵便配達の仕事をやるのか。君のお父さん。ああ。2週間の間田舎町に行って郵便配達の仕事をするみたいな感じなのかな。耳に挟んでる。最近見なくなったけどね、耳に鉛筆挟む。でも時々この間なんかの見かけたな。急におしゃれな音楽が鳴りましたよ。これがオープニング。これがレイクかい。あー、いいですね。昔来てたのかな、この辺にね。最初の配達はそこだ。Delivering mail is like a walk in the park with mailboxes. Take this bag, walk to the mailbox and insert the mail. なるほど。あ、もう早速仕事をしろと言うんですね。降りた。あ、ちょっと待ってね。感度とかちょっと設定します。まあこんなもんかな。郵便ボックスに向かって歩く。さすがにジャンプはないのか。あーでもすごいね。郵便ボックスってどこだろう。あ、あれかな。ここに行って手紙を入れれば OK ってことかな。郵便を配達する。はい、辺りを見渡す。入れた。郵便トラックに戻る。They never start a game until Frank Coleman has turned on his TV. 戻りました。早歩きぐらいしかない。開けられるぞ。あ、中に入るってことか。このぐらいならできそうだな。
マサチューセッツ大学に行ってんだ。かなり成績いいんだな。Shouldn't you get a job in computers then? That's really booming right now. Well, actually, Hold that thought. We just arrived at our next address. It's a package this time. So you'll have to get it out of the back. 1980年代ってことは、まあ今よりは落ち着いているのかな。逆に手紙文化だから忙しかったりするのかな。どうなんだろう。もう今は本当に大変らしいからね。郵便トラックの後ろに歩いていく。ハッチを開く。なるほど。よいしょ。103ハイストリート、これを拾って。なるほど、小包なんだ。なんだろうね、何かが入っていると。おそらくハムか何か、お歳暮のハムか何かが入っているでしょう。これを玄関の前、置き配だね。置き配する。あ、置き配じゃないのか。ビーバーン、お届け物です。返事がないって。もう置いてこうぜ、じゃあここに。 I'm calling it a day. OK。 シフトの長押しで早く歩きます。これが私の限界ね。置き配してきました。いいんですか。 You're getting the hang of it. So, where were we? Computers. Should I buy one? コンピューター1台買った方がいいかな。 Well, it depends on what you want to use it for. Bookkeeping.確定申告ね。それはコンピューターがあった方がいいよね。便利だからな、今。自動でやってくれるやつあるぞ。今はね。ここを曲がったところ。どのぐらいの街なんだろうね、広さ。お、タイヤがあるな。子供がいるのかな。わあ、すごい。でけえ木。メッツ対ジャイアンツ。野球が好きなんだ。あれ、もう終わったのか。最後のお届け物は私。そういう話なのか。明日から仕事が始まるらしいね。さよなら。こすりつけたけどダメだった。慰謝料を請求しようかと思ったんだがな。犬飼ってたのかな。なんて書いてあるこれ。ビンキー、ビンキー飼ってたんだ。これすごいね。取り付けの大変だっただろうに。あ、しかもすごいちゃんと動く。へえ。ここが我が家。お父さんはいるのかな。もういないのかな。両親の家に入る。レイク。Monday afternoon. P. Hi, Meredith. I just wanted to let you know. パパとママは無事到着しました。フロリダ。あ、両親が旅行で家を空けるから、その間どうみたいな、そういう話か。で、ついでに仕事も手伝ってくれると嬉しいんじゃがのみたいな、そういうひょっとして素敵な物語？お父さんかな。頑張ってくれてありがとう。これはお父さんじゃないな、会社の人だ。アディット87。まあ信用はされてるんだね。だからお仕事も頑張んなきゃいけない、結構な立場にいるわけだ。社運をかけた何かやってるんだな。9月2日朝。Good morning, Meredith. Ready for your first day? はい。あくび。まあ、初手あくびはまずいだろう。こういうところでね。俺、意外としっかりしてるタイプだから。おはよう、フランク。バッチリよで行きましょう。Good morning, Frank. Ready to rock. It's a great day to be on the road. 運転手には絶好。ガソリンも満タン。行ってこい。Oh, I forgot to tell you. 何、何、何? There's a map in the cabin, in case you get lost. なるほど。地図ね。迷子？私が？舐めてもらっちゃ困るわよ。ボンボヤージュって言われた。なんかごまかされたな。どうせ迷子になるからなって、なんか分かってる風だった。ここがあれか、郵便局か。おしゃれだね。おしゃれじゃん。つむじがちょっと、つむじが広がってますよ。大丈夫かしら。あんまり言うのはやめよう。いずれ我が身だし、いずれ我が身だし。あ、これオープニングのところだな。多分こういうのがあるんだろうね。
走りてえ。まあ文句は言うまい。郵便トラックに乗車する。お、どうした、乗れんぞ。お、こっちからか。あ、こっちからか。今ちょっと飛んだように見えたが、マップを開いたり閉じたりする。マップを開いたり閉じたり。この左のがあれかな、どこに届けましょうみたいな感じなのかな。あー、とりあえず207メインストリート、ここから行けばいいでしょう。これはウェイポイントを設置すればそこまで連れてってくれるよとか、そういう話。あ、とりあえずピンを刺すだけか。 OK、 行きましょう。じゃあつうかもうそこじゃん。これ交通ルールとかどうなってんだろう。外国は左側、右側通行、右側通行か。構うことはねえ、止めちまえ。よし、207はどこだい、ここかい。ジェネラル、ジェネラルストア、ここかな。あ、そうですね。縦止め、無法の縦止め。構うことはねえや。207メインストリート、これかな。今日は4つあるんだ。1個かわいい、なんかクマのぬいぐるみらしきものがあるね。テディかな、これを拾う。間違えて届けたりしたらやっぱ怒られんのかな。来たぜ、私が、今日から私が届け物をする。タバコ吸ってる、怖え。喋る、雑貨店員、雑貨店なんだ。あー、海外的な雰囲気あっていいね。なんかめっちゃラジオ鳴ってる。はい、 Can I help you? Hello?今日の郵便ですよ。新顔じゃないわよ。そうよ、22年前に出ていった、うん、私がナンシー・レーガンじゃなくてナンシー・シナトラと呼ばれてた頃。そうなんだ。出戻ったわけじゃないですけど、実はちょっと戻ってきているだけです。嘘ついた方がいいのかな、なんか合わせた方がいいのかな。でもなんかこの人の話も期待が、まあちょっとここは嘘つくのやめておこう。実はちょっと戻ってきてるだけですよ。Actually, うん。なんかを見抜かれている感。私もそうだったよ。あんたみたいにね。そうなんだ。雨模様なんだね。うんうん。また来るよ。わあ、めっちゃ見てる。すげえ、ずーっとタバコ吸って。あ、灰をでも落とすんだな。何やなんだ、でもここは。すごい、なんかドロドロの液体の中に果物が沈んでいる。こういうものなのかな。あとこの MRX、 ミスター X チップス気になる。あ、なんか、あ、ちゃんと買い物に来たりもするんだ。びっくりするぐらい冷やかしだった。いいんですか、この冷やかし、冷やかし撃退用のこれを。これ木切るやつかな。罪人を断罪するやつじゃないよな。次行くけ。お次はどこが近いかな。103メインストリートってのはどこだろう。ここがメインストリートで住民がちゃんといるんだね。あ、お店入ってったぞ。あの人もつむじがちょっと広いかもしれない。みんなつむじがちょっと広いかな。お、この店なんだろう、なんかチェックポイントなのかな。チラッと入ってみんなどっか行っちゃう。500レイク行きましょう。じゃあね、小包み500レイクにある手紙も持ってるのか。103メインストリートの手紙を持って、あ、すいませんね、 GTA だったらここで車を奪ってるところだが。103ってどれだろう。完全に渋滞が起きてるな、俺の車のせいで。やべ、警察の存在を発見した。これ切符切られちゃまずいな。とりあえず出よう。すぐ出します。失礼、すぐ出しますね。
で、この辺か、この辺だな、この辺だ。よし、庭につけてと。オッケー。ここは、ここ103かしら。あ、103って書いてあるかしら。郵便を配達すると。ここは昔シュガーマンさんのところだったけど、今はマクギルなのね。きっと引っ越したのね。まあ22年も経ってりゃね、そりゃ人も入れ替わるでしょう。そういうもんだよね。あ、後ろ開けちゃった、違うわ。一応マップにも小包みはマークはついてるんだね。じゃあそこめがけていくか。クラクションを確か鳴らせるはずだな、なんかのボタンで。クラクション Q。 C でカメラも撮れるらしいな。なるほど。 OK、 クラクションも鳴らせる。結構楽しいかも。おー、なんとかレイクって書いてある。ちょっと見やすいところ行ってみようか。まずいかな。あ、ちょっと見えないや。いやでもこれいい景色じゃない？これ写真撮ろう。あ、今写真撮れないっぽいな。なんだ、かなりいい景色なのにな。これサムネイルにしよう。これを、あたしとトラック、そして山よ。ちなみにここは何公園ですか？何レイクですか？あ、ちゃんとここは入れないんだ。よくできてるね。タウン・オブ・プロビデンス・オーク。プロビデンス・オークというらしい、ここは。いい湖だね。イースト・レイクビュー・ブレバード。ベンチにも座れるんだ。へえ。よいしょ。これをあの郵便局のおじさんが見たら疲れたのかなってなるかな。あの子都会で何かあったんだろうなってなるだろうな。その後怒るだろうね。よくないよって多分静かに怒ってくれるんだろうな。働こう、働こう私。よいしょと。右側通行かな。うん、なんかお城みたいなのがあるな。なんだろう、船着き場かな。いいねー、こんな田舎道をのんびりと運転してみたいぞよ。この辺りメインストリートって書いてあるけど、これまあ町外れなのかな。お、ダイナーがあるじゃん、モーズダイナー。わあ、めっちゃいいな。モーズダイナーだ。スタンのダイナー。今はモーのダイナーですって。バッチリ駐車できたぞ。500レイクロードは小包みだったな。お、案外でかいやつだね。片手で持てるかしら。両手ですね。お届け物です。いや、いいねー、こういうダイナー。よく映画とかで見るけどな。メレディス・ワイド。何、誰、知り合い。小じわがあるし白髪もちょいちょいあるけど、あんたなのね。主人公もまあそれなりの年齢なのかな。こんにちは、モーリン。モーリン苦手なんだろうな多分俺。なんかそんな気がする。こ、ちょ、すごいおしゃべりだし。こ、こんにちは。ドキドキ。誰なの。同級生とかなのかな。え、いっぱいだけ。どうなんだろうな。いや、仕事これを許したら今後一生一杯と言わず2杯3杯夜中までお金貸してくれないまで行くはずだから。仕事があるのよ、ごめんなさいね。
Museum? うん。風の噂で郵便配達。そうなんだ。噂になってるらしい町の。22年ぶりに帰ってきた女、郵便配達を始めるって。やばい。結構グイグイ系だな。17の頃に戻った気分よ、モーリー。じゃあまあコーヒー一杯、なんか悪い噂を立てられるかもしれないし、コーヒー一杯だけ飲んどっか。コーヒー2つ？どうして？なんだなんだなんだ、話をどんどん進めてる。すごい昔のこと言うじゃん。最近健康に気遣ってる。もうなんかあんま個人情報言わない方がいいと思う。これも出回っちゃうから、この街で。なんでもお見通しね。Always have, always will. Ashley? ん、アシュリー？旦那さんかな？なんか聞こえる。やばい、ダベルキだ。モーリーン、ダベルキじゃん。おいおい、仕事中なんですけど、こっち。なんか聞こえる。何言ってか全然わからん。あれ？終わった。モーズダイナーの終わりじゃない？行ってやれよ、早く。なんだかやばそうよ。モーリン、悪いんだけど、ゆっくり後ろに下がらせてもらうわ。ここは危ない。爆発するかもしれない。何？私の話？薬剤を持ってきた女みたいな言い方やめてね。はい。仲良かったのかな？どうなんだろう？高校の同級生とかそういう感じなのかな？客が急にいなくなった全員。店が閉じたらしい。まああんなに煙が上がってちゃうな。大丈夫だったんだろうか。次のとこ運ぼう。次はどこ行くのが良いかの。もう端だな。だから今度逆側行かなきゃいけないか。まあ300から行こうかな。ここから行きましょう。 OK。 では乗り込んで湖をぐるっと回って向こう側行く感じかな。おっと失礼。ウインカーとかないけど、まあ交通量はさほどでもないから大丈夫でしょう。ゴーゴー。運転してる運転してる。ドゥルドゥルン。いいね。危ない。湖を通り過ぎてその先へ。川があるんだ、いいね。湖につながる川か、あるいは湖から出ている川か。おお、案外広い。アンブローズ川って言うんだ。へえ、山から来てるのかな。いいね。一旦ここは通り過ぎましょう。で、あ、このぐらいの確かにね、広さなら地図いらなくなるかもな。ここかな。マップ見るとただこの先に1ベアクリーク、ここまであるんだな。まあ、とりあえずここ届けちゃうか。お、なんか車を修理してるやつがいる。ガソリンスタンドかな。ガソリンスタンドだ。よし、お届け物ですよ。開けて、300レイクロード、これです。君かな。Hi there. I've got some mail for this address. You're not Frank. そうよ、ヒゲは似合わないと思うの。メレディス・ワイスよ、
しばらく私が郵便配達することになったの。なんだろうね、まあとりあえず自己紹介しとこう。 I'm Meredith Weiss. I'll be delivering your mail for a while. ゴーストバスターズみたいなシャツ着てる。フランクがあんたにグースの、あーバンのことか。I'm Laurie. I'm Providence Oaks mechanic. へえ、この整備士。なるほどね。父はトーマスよ。それでどう？ Well, Thomas is my father. Does that count? Thomas. Yes, that surely counts. なるほどね。My father has been teaching me since the day I was born. There is no one better in PO than me. And I have to get back to work now. But I suppose you may drive the goose on one condition. よそ者に厳しいのかな。 There's never anything wrong with it.Bring it back to me, yes? なるほど、わかった、約束しよう。 All right, I promise. 結構こだわりの強い人みたいだな。 Did Frank tell you about the radio? レディオ？ No. It currently only receives the local station. なるほど。 Plus, sometimes it cuts out altogether. If that happens, just give it a big old bang on the dashboard and that should fix it right up. かなり古い車なんだな。わかったわ、ありがとう、ローリー。 Thanks, Laurie. No problem, Miss W.ミス W? ミス W って言われた。何かを直しているんですか？その車は誰の車だい？めっちゃ言うじゃん。まるでこれからグースの調子が悪くなるとでも言わんばかりの予言かな。その時はここを訪れることになりそうだな。なんだ？あ、トゥートグルレディオ。ラジオを聞くか聞かないかか。なるほど。まあなんかね、とりあえずラジオは聞かないでいこうかなと思っております。音楽が流れると思うからね。さあ、いい感じの橋ですよ。また川があるんだね、2本目の川。ちょっと細めだけど流れは強いな。こういう川の方が好みかもしれんが。だいぶ離れたところに住んでる人がいるんだね。ベアクリークはここを曲がる。ベアっていうぐらいだから、ひょっとしてクマ出没注意なのか。クマが出たら、うわーすごい、なんだこれ、橋かな、通っていいんかい、これ車で。ベアクリークブリッジ、だいぶ細い橋だが通り抜けられた。いいねー。古い伐採場の近く、この辺かな。おっす、おっす、おっす。でも車は比較的新しく見えるな。整備されてるのかね。ここはお手紙か。誰かいないのかな。お、木こりがいた。独り身の木こりには珍しい光景かしら。なんでこんな嫌味を言うんだろうね。嫌味言ってみようか。あ、笑ってる。そんなに ?6 年前、うん、冗談なのかな。ロバート。すぐ見ちゃうんだ。大体家で見ようとするけど。お、どうしたどうした。いい知らせじゃないよね。That's what it sounds like. Bull crap. Freshly baked bull crap. 下品な言葉使いましたか今。音と匂いどちらの方がひどいかしら。これはもう、いやー、どうなんだろう。絡んでった方がいいのかな。ちょっと絡んでいこうか。木こりと絡んでみようか。あれ、絡もうとしたらこれだよ。いやーね、何よ、せっかくお近づきになろうとしたのに。いいわよ、もう行くから。さよなら、もう二度と運んであげないからね。私だけが外部との接触だったのにね。この橋を渡れるとは思わないことよ。さよなら。なかなかのスピードで。じゃあさっきの住宅街っぽいところに戻ろうとするか。よっ、ギリギリで止めた。200、あ、猫ちゃん、猫ちゃん、
かわいい、かわいいけど動かない。あまりにも逃げない。人慣れどころじゃない。I didn't bring the package. めっちゃ猫、うわ、めっちゃ猫いる。にゃーにゃー言っとら。にゃーにゃー言ってる。わ、しかも、猫のポストだ。猫好きなんだな。ということは、このお届け物は猫の餌。違う、猫じゃないだと。熊のぬいぐるみ。Well, hello there, big cuddly guy. 熊かなこれ。猫かな。猫じゃないのか。嫌がらせなんじゃないか、猫好きに対して熊を。いるかな。お、おばあちゃん。A new mailman. New mailman. What's your name then? 猫すっちゃ抱いてる。ジェンキンスさんね。私はメルディス・ワイス。Hi, Miss Jenkins, right? メガネすげえ。なんかめっちゃ猫鳴いてる。メルディス・ワイス？ワイス、of course! You're Emily's girl, aren't you? This is Meryl Weiss, Genevieve. She used to live in town years and years ago. ジェネリー・ヴィーブ・メリル・ワイス。正確に言うと22年よ。22 years to be exact, but who's counting? Has it been that long?That's almost two Genevieve's ago. Genevieve は11歳なんだ。長生きしてるね。Calm down, Genevieve. You're これが Genevieve か。She isn't, but... you do remember me, 猫好きなんだな、本当に。覚えてないわ、あれでしょ。猫おばあちゃん。猫おばあちゃんって呼ばれてたのかな。これ愛称かな、それとも別称かな。まあ、愛称だと信じて。Of course, you're the cat lady.キャットレディ。You've got more cats than ever. Yes, I do like cats. Is that such a crime? So what if I have slightly more of them than I used to? Like Genevieve here, and Thomas, and Oliver. Anyway, did you have a package for me then? これよ、クマのぬいぐるみだと思います。Yes, ma'am. 大丈夫ですか？クマは平気ですか？誰からなんだろう。It's shaped like one and feels plushy.Someone must think you need another animal in your life. Bit of a nosy posy, aren't you? めっちゃ言うじゃん。何よ、あ、急になんか急に嫌われたな。ごめんなさい、ジェンキンスさん、そんなつもりじゃなかったんです。分かってくれるかな。Well, it's probably another gift from my son. Still doing everything to get into my good graces, except actually. なんかうまくいってないというか、田舎には帰ってきてくれないのかな。なんかあんまり言わない方がいい気がするな。踏み込みすぎると機嫌を損ねる気がするから。次の配達があるので行きますね。Gotta run. Run along, dear. Give Emily my best. Goodbye, Miss Jenkins. Genevieve. 猫泣いた。まあ、いろんな人がいるよな。深入りしすぎない方がいいっていうことももちろんあるだろうな。お隣に手紙を届けましょう。ここかな。104レイクロード、この隣か。102レイクロード、お手紙ですよ。I'm calling it a day. 郵便局に戻って。はい。ダッシュしたい。戻りましょう。なかなかいい仕事ができたんじゃないか。郵便配達っていうのもでも大変なのかね。ただ届けるだけじゃ終われない部分もあるのかもしれないな。そうするとなんかこう人付き合いがなく気楽にのんびりっていうわけにもいかないかもな。ある程度何かこう必要なスキルがあるかもしれない。コミュニケーション能力があるいは必要なのかも。ゴール、あ、行き過ぎてる、行き過ぎた。ゴール、バックプープーなってほしいな、このぐらいの車でも。ゴール。ワイス家、火曜の夜。電話が鳴る。
誰かいた？ Hi Meredith, it's mom. あ、お母さん。How are you? How's the job? 大丈夫よ、仕事も大丈夫。Hi mom, I'm all right. The job's okay, I guess. It's not the most exciting thing I've ever done. Oh, I'm sure you'll be fine. It's only for 2 weeks. Dad drove that truck for decades. パパなんか何十年も運転していたんだものね。文句は言えないわね。ママそっちは楽しんでる。家族旅行というか夫婦のデートでしょ。ウミガメの孵化。あの涙を流すというか涙じゃないらしいけど、ウミガメの孵化を。切れた。元気そうですな。アジェンダを開くってなんだろう、タブ。ああ、予定表ってこと？スケジュールは白紙ですね。悲しい。何にもないじゃん、予定が。閉じる。テレビを見るか本を読むか、やっぱ田舎のテレビちょっと気になるからな。テレビ見よう、まずは。Let's see what's on TV tonight. 何がやってるかな？ Previously on Bon Appetit. ボナペティ。Has anyone seen Henri? ドラマかな？ He's in the kitchen, unpacking the new tableware. Henri!すげえ真顔で見てる。コメディシーンだと思うけどなんか寂しいな。寂しい風景に見えてしまう。一人でじーっと真顔でコメディドラマを見てた。なるほど、これで翌日また次の仕事があるってことで、もう仕事いっぱいありそうだな。めちゃくちゃ量ある。こういうのをこなしていこうってことなんだね。なるほど。ということで、今日はこの辺にしておきましょう。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。